あかん。ゴッド SS 孫悟空が出ない。もう本当に出ない。いつもありがとうございます。ホースボンバー徳島のパンムギンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、映画連動キャンペーンにてめちゃめちゃ使ってしまった。使ってしまった。はい。その金額、サムネにある通り3万8000円。いやー、3万8000円使って出てこないか。140連ぐらい、しましたけども。ゴッド SS 孫悟空が出ずして、ジャコがなんと一突になったということで、この3万8000円相当のこのジャコですね。じゃあ今回、使っていきますよ。せっかくなんで。うん。で、このジャコね、正義の味方の 130% リーダーで超高確率技術でしょ。で、パッシブ回避すればするほどアタックとディフェンスが伸びていって、1番目に超高確率回避。で、2番目か3番目で高確率回避なんで。まずそこいらちょっとね、ちょっとパリッと見ていこう。もうせっかくもう3万8000使ってもう出たんだから、ジャコね、もう遊び倒そう、ジャコ使って。どこで、ちょっと VS スラッグでちょっと使ってみていいっすか。まあ、ぜひね、最後までご視聴の方いただいて。うん。ちょ、もう編成ゴリゴリっすけど、うん、編成ゴリゴリっすけどね。ああ、スーパーサイジンを力超えた、あ、なんて、スーパーサイジンを超えた力、または劇場版ヒーローの4周年ゴッドコンビをリーダーにいたしまして、まあ2突っすわ。で、あと中身なんですけども、スーパーサイジンを超えた人たちですわ。うん、ね。ゴッド SS ベジータ。これが2次っすね。これをリンク、ちょっと上げてる途中です。はい。で、壁はこのゴッド悟空。はい。ゴッドバインの悟空ね。で、4周、あ、ごめんなさい。7周年ゴッドコンビ。うん、ごめん、4コンビ。ごめん、神々で。で、4周年悟空。で、フレンドさん虹っすわ。虹ね。はい、お借りして。はい。で、サポートアイテム VS。で、いけるやろ。もう VS スラッグやから。もう VS スラッグやって光り輝くやろ。最終戦がほら、スラッグが力属性になるから。このジャコのね。まあ、回避と超高確率技術。ちょっと皆さん、見ていきましょう。3万8000相当です。言いましょう。おい、もう勘弁してくれ。映画連動キャンペーンもあるんだって。いや、回すお前が悪いだろっつったら、まあ、そこまでですけど。いや、欲しいじゃん。って。だって欲しいじゃん。あ、一番目、ちょっと回避、ちょっと見てみましょうよ。まあ、せっかくやから。ね。え、欲しいじゃん。だってね。で、超高確率技術も見ていきましょう。はい。ちょっと、あ、こういこうか。VS スラグめっちゃ久しぶりやし。で、うん、うわ、リンクカム、気力リンクないわ。まあ、追撃、期待ですね。回避どうすか？あ、回避どうすか？回避どうすか？あいさいさあいさいさ136万。さ、回避すればするほどね、アタックディフェンス伸びていきます。まだ温まってはないですけど、で、気絶もかましていく。136万を叩き出すんで、まあ、強いんちゃいますの。まあ、VS スラッグぐらいなら使えるキャラじゃないかなと思ってます。まあ、ワンチャン VS イーシーので使えるんかな。 VS イーシーの動画ないでしょう。VS イーシーの撮ろうとするといつも負けんのよ。このスラッグ1個前ね、イーシーので実はね、ちょっと動画撮ってたんですけど、まあ、ボロボロに負けちゃってやめた。いや、威圧かけてくるやろ、あいつ。威圧かけてくるから、変なところでね、威圧かけてキー回るから、負け回るんですよ。もう嫌になってくるわ。もう3回できんし、もう。3回じゃ、回数制限やめ、マジで。はあ、で、どうしよう。こういこうかな。あ、で、もう気絶している、この目玉っちゃっすね。目玉っちゃのフェス限お待ちしておりますよ。まあ、倒すでしょう。まあ、こんな感じで。もうこのターンで終わるやろ。で、ウィスはね、まあ、最終戦で使っていったらいいんじゃないかなと思ってます。うん。VS イーシンロンね。なんだ負けるんだろう。ちょっと皆さんにお届けしたいんですけどね、VS イーシンロン。まあもう皆さん、いろんな配信者さんがね、イーシンロンの動画出してますけど、今更イーシンロンとかね、究極のレッドゾーンの動画出してますけどね。もう7周年過ぎ去って、もうかれこれ4ヶ月ぐらい経ってますか。うん。まあそれでもね、多くの方見てくれてるから嬉しいよ。徳島パンブーキー嬉しいよ。うん、嬉し泣きやわ。ゴッド SS 孫悟空も昨日出んかって、もう枕濡らしたに、もう嫌やわ。本当に。映画連動キャンペーン前に。もうどうなってんの。さあ、1枠目いこう。ねえ、ちょっと、ぶちかまして、ぶちかましていこう。
さすがに気絶、あ、気絶入んの？あ、気絶やっぱ向こうっすよね。うん。映画連動キャンペーン前に、なんてことをしてるんだ。徳島のバンブーギー。しっかりせよ、お前。ほんまに。いや、3万8000痛いな痛い痛い。さあ、映画連動キャンペーンどうしよう。どうするかな。はい、いいよ。あ、痛い痛い痛いわ。痛いわ、おう。痛いわ。さすが高確率。2分の1ですからね。うん。2分の1やわ。シャムシェイドは3分の1やわ。3分の1も伝われへんわ。俺の解説みたいな。3分の1も伝わらない。徳島のパンブーキーの解説。どうぞよろしく。シャムシェイドやわ。シャムシェイドっていう、興味の子知ってんのかな。わからんけど。わー、痛い痛い痛い、やめてよ。痛い痛い、やめてよ。さすがやっぱ究極のレッドゾーン、さすがですね。だいぶ食らっちゃうね。ウイス使う、もう次ウイス使おうか。なんかサポートメモリー持ってきてないし、ほんまいらんやろ。サポートメモリーいらんやろって何百分できたわ。さすがやな。 VS スラッグも必死やで。もう俺も必死やわ、ほんまに。もう時間積んでんねん。遅刻するわ。溶接遅刻するわ。本職遅刻しゃあかんのんと。いや、バイトもあかんやろって話。さあ、今早朝にね、動画撮ってます。はい、変身しよう。わーい。わーい。わーい。結局、7周年に頼る徳島のパンブーギーですよ。そういうとこやわ。ごと悟空おるけどウイスを使う俺し。まあそこいらええやろ。もうそこいらええんとちゃうんか。さあ行くぜ。ああ、ちょいつのかな。ダルル。あ、いいっすね。壁んところで来てよ。必殺は。ね。壁んところで必殺来てくださいよ。VS スラグでやられかけてんで、おい。だってジャコがあれ、回避せんからやで。ほんまに。たまらんど。どないやってんの。しっかりしてくれ。超高確率回避。ね。パーセンテージで言うたら何ぼ 60、70 か。わからんわ。ちょっともうこのターンで落とすやん。絶対に。このターンで落とすやん。じゃあダメージはね、ダメージは通るのよ。ここひらが強いな。最後ジャコで落としたかったんだけど、7周年ゴッドコンビで落とすかな。うん。50万もう落としたやん。落としたやろ。はい、ありがとうございました。まあいかがだったでしょうか。とりあえずね、まあ、せっかく、まあ、ジャコが、まあ、3万8000使って、ジャコが、まあ、せっかく一つなったんで、究極のレッドゾーン VS スラッグで、まあ、使ってみたんですけども、ワンチャンね、でもね、先ほども言いましたけども、VS イーシンロンでも、まあ、使えるバトルカードかと思います。回避すればね。まあ、まあ、もちろん、VS ブロリーのところは使えないんですが、まあ、VS 維新論だったら、役に立つ、バトルカードかと思うんですけども、まあ、結局、高確率、超高確率で言うと、もう回避しないときはもう高、とことん回避、しませんので、高タンってなんのよ。とことん回避しませんので。ああ、まあそこいら、まあ踏まえて一回、まあ、ジャコを手に入れた方、編成してね、やってみては、使ってみてはどうでしょうかというところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん。